これはなんだ？ツアービッグ。まあ全部8番で行きますね。どこに書いてあるの？これか。ピントが合わないか。SR フレックス。8番アイアン。足で踏みたくないんだけど、とボール止まんないから。硬い。私には苦行なんだよ、これ。ちょっとラフだね。あ、ちょ、バレンチェこんなもんだったっけ ?130 ヤード。よいしょ。130、じゃあもうちょっと飛ばすか。目指せ140ヤード。いや、やめとこう。ちょっとだけ。お、行った行った。はーい。ベタ足極み手打ちスイング水野ツアー水野ツアービッグ8番アイアンカーボンシャフト SR シャフト139ヤードでした。いつもと変わらぬ極みベタ足スイングでございます。これ多分、ヨネックスの8番アイアン。これ R なんだけど、全然硬いよ、これ。ツアービッグより硬いんじゃないかな。どっちも硬いわ、これ。これ SR。これ R。あ、いくらは柔らかいか。あんまりね、このギュウギュウやるね、硬さの調べ方、これはやんない方がいいんだけどね、負担がかかるんで。グリップが太いロイヤルグリップ、操縦量は軽いんだけど一つも、あれでいいで。ただいまアリさん通過中、アリさん通過中。アリさんもうちょっとそっち行っていくんですか。ダメだ。なんか運んでた。はい。ロフト的にはどうだろうな。ツアビックの方が寝てる感じすんな。ヘッドサイズ的にはこっちのヨネックスの方がちっちゃいけど。あ、外の方があったかいな。ああ、もう頑張って振ってる。やだ。131ヤード。ああ、肩痛い。全然シャフトしないんだよ、もう。これ R だっつったってさ。何これ。カチカチじゃないの、ほんとに。かっぺえな。133、これ飛ばない。133ですよ。R でも全然硬いわ。はい。これ一番最後するか。次。ロイヤルコレクションのなんかキャビティ8番や。950の S。NS950 の S。バックライングリップがこんな真横向いて入ってんの。何考えてんの、これ。バックライン入ってんのになんでこんな斜めにひまげで入れてんだかわかんないけど。まあ今その辺にあったから持ってきた。いろんなシャフト一通りやってみせた方がいいかなと思って。まあまあ立ち気味。
あ、これの方が軽いじゃん、さっきのヨネックスより。バランスが、多分。いや、グリップ気持ち悪いな、これ。なんだよ、これ。あれ、これバグってんな。大丈夫かな ?133 ヤード。さっきから同じ数字だけど。じゃ、ちょっと143ヤードになるように打ってみよう。15ヤードのフック。まあ、アドレスの時点でロフト6番、6.5。そこまで行ってないか。7番円ぐらいのロフト。はい、アドレスの時点で。そしてフック。139ヤード。これはちゃんとデータ出たから見せるか。139ヤード光っちゃって見えないかな、どう？光っちゃって見えない？見えたかな、これで。もういいね、これは。まあ、でもこのクラブ優しかったな、なんか打ちやすかった。あのヨネックスは難しかったね。シャフトが。NS950 ってやっぱいいシャフトだよね。ワオ！最後、名機。ピッチングですかこれ。9番アイアンですかっていう顔の8番アイアン。チェイス。8番。もうピッチングか9番アイアンかみたいなロフトだけどね。今時のクラブと比べると。FM5.5。グリップがだいぶ硬くなってます。これは125ヤードぐらいしか飛ばねえんじゃねえの？まず普通に。まず普通に行きますよ。あ、もう左腰がちょっと。右肩もなんかいて。128ヤード。あ、予想より3ヤード飛びましたね。いやー、いいクラブ。いいクラブだわ。この辺の番手だったら全然マッスルでもいいんだよね。いいクラブ。いい顔してるわ、本当に。これにゼロス入れたら面白いじゃん。やらないけど。じゃあ、ざっと135ヤード。もうちょっと、もうちょっと、こう、フェースをこう立てるので、結果ハンドファーストに見えるとは思うんですけど、ハンドファーストというよりかは、フェースの、はい、まあいいや。中段のフック。前にちゃんと行くフックよ。131ヤード。ああ、4ヤードショート。ちょっとね、ちょっとトーダウン気味で下入っちゃったから、あんだけ被せといたけど、ちょっと寝て当たっちゃったね。これでもうちょっと、昨日の US キッズと一緒。左肘支点のフック。バックスイングがコンパクト。ああ、ダメだ。130。はい、頑張りました。ああ、でちょっとリセット。リセットして終わりしよう。ダメだ、これじゃよ。リセットして終わりでしょ。ふらふらしてる。ふらふらしてる。はーっと。同じダッツのクラブなんかなんだって。これ全部これでいいんだもん。いつもやってるように、止まってる球を、クラブ右から左に振って、球飛ばすだけなんだからさ。なぁ、R だろうが S だろうが。同じなのよ。ただ、基準が普通の R シャフト、S シャフトになってる人だと、打てないクラブが出てくる。私はもう基準がロジャーキングになってるからね、こうやって何でも打てる。で、基準が S とかで、ね、柔らかいって左行っちゃんで、なんて言ってるような親父さんたちは、ね、こんな柔らかいシャフトなんか打てないし。でも、レディース用は、打てるのよ。このクラブは女性用。女性用だから男性の力で
普通に思い切り打ったら壊れちゃうかもしれないって思うので、自分が女性になった気分で女性をイメージして打つんですよね。これがよくコメントできたり、よく話を聞くんですけど、ハーフスイングのつもりで打ったら飛距離が伸びた。飛距離伸びたとは言わないけど、ハーフスイングのつもりで打ったらよく当たるようになってよく飛んだっていう話。ハーフスイングは飛ばないんですよ。ハーフスイングは。ハーフスイングのつもりっていうのは、スイングは普通のフルスイングなんだけど、その力加減が半分になってる。これがそのレディース用使うと、男性がレディース用使うとそういう状態になるんですよ。女性用だから、こんなもん力入れてバーンって打ってぶっ壊しちゃったらしょうがねえから、じゃあ、女の子のヘッドスピードみたいな気分でこうやって打つからなんて、ペーンって打つと、あれなんだいいなぁなんて、これいいねなんて話になるんですよ。でもそれがじゃあ男性用の中で S から R に変えてもあまり起きない。それは男性用だから。ブーンって振るから。女性用にするとそういうね、確かにそういう私がやってるようなクラブの疑似体験っていう体験はできるかもしれないけれども、根本が変わらないわけよ。根本が。だからそれをこうトルネードスティック振ることによって、もちろんスイングもかなり変わる。まあ、細かく言うと、このように肘手首が勝手に柔らかく使えるようになる。なので、いつも腕をピンピンにして、クラブを扱ってる人は、このトルネードスティックを振った後にクラブを振ると、自分のクラブがものすごくぐにゃぐにゃに感じるのよ。だそのぐにゃぐにゃに感じる人っていうのは、普段が自分の肘手首固めて腕を棒のようにして使ってる人は、このトルネードスティックを振った後に普通のクラブを振ると、ふにゃふにゃに感じる。もう私はもう何にも感じないよ。これ振った後に自分のじゃない、硬いクラブ振ったって。何にも感じないんだけど。そういうふうにね。まあ、私はそうやって、もう今これちょっと、ちょろちょろっと打ったぐらいでもう体、あ、やばい、このままもっと打ったら痛くなるなっていうのわかるんでね。もう打たないですけど、そのぐらい体に負担かかるんですよ。それはね、このクラブずーっと使ってて、これで毎回行くたび150も200も球打ってれば分かんないかもしれないけれども、蓄積されてるんですよ、それだけ疲労が。だそれをどこを見てやるか。もう別に今だけ良ければいいっていう人はそれでやってればいいし。ただ私はもっともっとこんな楽しいゴルフはね、もっともっと、もう死ぬまでやりたい。歩ける限りずっとやりたいわけ、やりたいと思ってるから、もう今から。負担のかからないスイング、負担のかからないクラブというところで、こういうのでやってるわけね。ほんとね、こういうリクエスト、一番私の中で、もう苦行なんですよ。もうね、もう嫌とかっていうより苦しいの、ほんとに。もう、だって、ね、体に負担がかかるので。ただやっぱり、そういうリクエストはもちろん、あんまり厳しいのはちょっとできないですけど、こんな程度だったら、こうやってちょろちょろぐらいだったらやれますんでね。リクエストいただければ、またこんなのも対応させていただきますので、お気軽にコメントいただければと思います。というわけで今回も最後までご視聴くださった方ありがとうございました。パーシモンハゲでした。ごきげんよう、ありがとうございました。